手震えたんですよね。3500万円東証マザーズの上場行ってきました。夜中涙がつーだいぶ追い込まれてるやん。めちゃくちゃ細部にこだわるんで最後は、はい、そうですね。ライフラグ抜かします。いやそれは向いちゃうかな。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということですね、今回はアイプラグの中田さんにお越しいただいたんですけど、創業したての頃にもう本当にお金がなかった時からのお世話になっていて、はい、で今回はちょっと事業相談を、カメラとか関係なしに、はい、事業の面とあとは心の部分をちょっと今日は相談できたらと思ってます。なるほど、わかりました。中田さんのご紹介をお願いしてもいいですか。株式会社アイプラグの中野智也です。就職活動に特化したあのマッチングサイトのオファーボックスっていうサービスを、運営してます。この企業の採用サイトにエントリーをするっていう、そういう仕組みが真逆になって、学生さんが自分のプロフィールを公開して企業からオファーをもらう、そういうサービスを作った会社になります。2021年の3月に東証マザーズに上場行ってきました。僕らの、まあ、3年後か4年後ぐらいですかね。そうですね。ノーコメントで。追加で僕ら、はい、借り入れを今月3500万したんですよ、はい、個人保証もついてるんですよ、はい、だからもうやるしかないなっていう感じなんですよね、はい、手震えたんですよね、ハンコを押すときに。3500万と思って。そう、12月決算なので、12月終わったら追加で1億ぐらい借り入れたいんですね、うん、やっぱ今一番苦しいことは、うん、自分たちのやりたいことと、うん、自分たちが今やっていることのギャップがすごいことなんですよね。具体的には僕らは世の中の体験格差をなくしたいと思ってるんですね、はいはい、自分自身がすごい地方学生で感じた体験する格差を埋めるような事業をやりたいと思ってて、でそれはなんか世界193カ国でも使えるようなサービスを作りたいと思ってて、で今やってることは思いとしては一緒なんですけど、外から見たら YouTube の受託事業なんですね、はい、やってることと成し遂げたい世界観が違いすぎて、はい、夜中涙がツーッとだいぶ追い込まれてるやん。よくあるじゃないですか、お金のためとか有名になりたいとかで、はい、やる人いるかもしれないですけども、はい、そんなんじゃもうやってられないとか、はい、どんだけお金が儲かっても無理じゃないですか、もう私利私欲がゼロになったんですよ、はいはい、今年に入って、はい、だけど頑張れば頑張るほどできないところが見えてきて、うん、今にも泣きそうな感じなのが、はい、結論楽しいんですけど、はい、中野さんそういうハードシングスと言われるようなことを何回もくぐり抜けてきたと思うんですけど、はい、どのように対処したのかと、はい、どういう苦難がありましたか。はたから見たらすごい辛いと思う、大変だっていう風な思われるのもそんな大変と思ったことはないですね。もともとの僕自身の中でこう体験ってニートの時期もあるし、あ、そうそう、もっとニートですもん、はい、だからその時期と比べたら仕事あるだけありがたいし、ポジティブ、そうそうそう、はい、だそういうタイプの人間なんで、まあ、そこまでそういう気持ちはなかったですけど、やっぱ創業から僕3人で創業して、多分ね仲間がいるかどうかすごい大事だと思うね。それで言うと僕なんかリアルなところを言うと、うん、ずっと2年ぐらいは1人だったんですよね、うんうん、で社員もゼロ で、うん、で今年に入って来月から正社員が1人増えて、はい、インターン生とか業務委託の仲間も今15人ぐらい で、はい、で本当に信頼できるし、仕事関係なしにあのご飯とか旅行に行きたいっていうのは結構大事だと思ってて、うん、はい、そういう観点でもすごく信頼できる仲間だなと思う、うん、一方でやっぱり例えば土日であろうが、うん、深夜2時であろうが朝5時であろうが、はいはい、もうずっとやらなきゃ死ぬっていう状態なので、はいはい、孤独ではあるなっていうのは、はいはい、あります。時間の使い方やっぱ変えるしかないんじゃないかな。会社ね作って、はい、その経営者っていう立場だったら一番初めて全部やるやん、うん、で全部今も結構やってます。あ、ね、全部やるでしょ。これ結局自分がやってた仕事を仲間にやってもらって、どんどん実は仕事が減っていくんですね。仕事減っていった時に、けど絶対最後残る社長しかできないとか、社長がやらなきゃいけないところって何をする会社なのかっていう、どこに向かって何をしていくのかっていうのは考えないといけないっていうことになるけど、今多分それに使ってる時間があんまりないから、そうですね、だから思いつかないとか、でそれやらなきゃいけないけど、多分重要度はめちゃくちゃ高い、そうですね、けど緊急度は高くないからずっと多分それがほったらかしになってて、はい、多分それが多分辛さの根源にあるんじゃないかな。もうやらないっていう意思決定をするっていう、そうです、仕事自体はやっぱりこう託していくっていうことをフェーズに入ってるんじゃない、うん、このままやってたら僕らは有名 YouTuber になるんですよ、うん、でも
世界で戦える会社は真逆のところにあるんですよ、ね、うん、だから矛盾が生じていて、毎日朝考えるんですけど、うん、僕らのお金を稼ぐっていうベクトルの成功法はひたすらいい動画を作って、うん、で就活生にとってためになることをやるっていうことが成功法で、自分が目立てば目立つほど会社は伸びていくんですけど、うん、それを全部捨てなきゃいけないなって今思ってます、うんうんうん、ちっちゃく買ってきたやつを全部捨てようと思ってるんですね、うん、今、うん、そうなると短期的に 2,3 年に見たら売り上げも下がるし、うん、苦しさってのは来ると思うんですけど、うん、そこを頑張りきれる構想をやっぱ考えきらなきゃいけないなって思ってます、うんうん、せっかくね動画を作り続けてるわけやんか、はい、もし事業転換して新しいことチャレンジするにしても、それを突き詰めてやりきってからでもいいかもしれないけどね。例えばオファーボックスのことでも、その求人をこう逆にしたとか、すごい新しい、どうやって思いついたんですかって言って、いやけど昔からあるしみたいなね、うん、もっともっと深いとこまで10年後僕やったんで、うん、そこがあったから、なんかパッと見よく似たサービスで使ってたら違いがあるみたいな、ちょっとした違いって出せたりするんですよね。でそういったやりきったから思いつくみたいなとこがあるんちゃうかなと思う。こういろんな社長さんとか聞いててもみんな同じのこと言ってはったんですよ。今ある2年か、 YouTube はあれ4年やね。ここまで YouTube 動画作るんだったら俺が一番よく知ってるぐらい、こう言えるぐらいとか、ここまではもう絶対負けへんぞみたいなところまで一旦行き切ってからもう一遍考えるとかの方がかなとは思うけどね。僕ら働くっていうところをやっぱ突き詰めようとは思っていて、うん、働くの中でもやっぱり新卒採用領域は一旦勝ち切らないと他行っても無理だなと思って、うん、はい、ちゃんと現実を見続けてやりますね。その突き詰めるってめちゃくちゃ細部にこだわるってことになっていくんで、最後は そうですね、そのこだわるのはやっぱね、あの社長だけがこだわってもいいものはできなくて、仲間が全員がこうこだわってたらめっちゃいいものになっていくんですよ、自然と、うん、だそういうこう会社の文化とか価値観とかをどう作っていくかみたいなところを考えて、まあ、これはだからどんどん話していくって話で、共感度合いをみんなにまあ理解してもらって、でさらに納得してもらって、じゃあ一緒にそれをやろうっていうところに多分瞬間時間も使っていかないと、一緒に働いてる仲間も何がいいか悪いかが分かんないとか、あのこれの先に何があるか分かんない、で瞬間が分かってなかったら絶対仲間も分かんないじゃないですか。毎週で実際の地方学生とか就活生のヒアリングをしてるんですけど、ヒアリングすればするほど社会が分断されてるなってすごく感じて、いっぱい行動していっぱいチャレンジした方が幸せになると信じてるので、そういう体験しやすいサービスであったり事業を作りたいんですけど、聞けば聞くほどそんなおせっかいしないでくれとか、そもそも今のままでも幸せだからそういったサービスがあっても使わないっていうのが結構リアルなところだなと思ってて、なので自分たちが本当そこの事業をやりきった時にちゃんと思い描いてる世界になれるかっていうのが、現実と理想がやっぱり違うっていうところで、向き合い続ければ続けるほど大変だなって思いつつ、だって実現しようとしてるのが大きいから大変なのはまあ仕方がなくて、究極でそれはめちゃくちゃ難しい、もうとんでもない難易度高くて、多分誰も成し得たことがないみたいな世界だと、30年近く何も変わってないんで、けどそれをやりたいと思ったらもう実現するまでとんでもない壁だらけっていうのはもう決まってると思ってるんですよ。多分過去からいろんな人がそれが課題だと思って取り組んできたけど、未だ課題は残ったまま、何をやってもこうなかなか変わんないっていう実感は多分もうずっと持ち続ける人生になって、そうです、ね、もうそれは確定やと思う、ね、はい、そういう人生を選んだ宿命ですね、うん、そうそう、だからまあそこ慣れていくしかない、納得するのは難しいけど理解はしながらやっていくっていうところがいいような気がする。中野さんのお話聞いて思ったのは、うん、今まで学校教育とかで、うん、そのやっぱ学歴が高かったりとか優秀な人が人生で成功するって思われてるし、実際そうな部分もあると思うんですけど、うん、中野さんも中京大学じゃないですか、うん、中京大学いい大学ですけど東大よりは偏差値低いじゃないですか。そうですよ、まあ、考え抜いて、うん、もうやりきってるかどうかでしかないなと思います、うん、授業って。もはや別に大学行ってなくても関係がないと思って、社会に出てからとか、全く関係ないですね。なので社会に出てからどう考えてどう行動するかの方がやっぱり重要です。成長率がやっぱ結局幸せのも結構大きい要素を占めてるなと思ってて、2倍以下になるの絶対嫌なんですよね、その毎年も決算もそうですし、僕らの YouTube の伸び率とか、なので
これは一生満たされないとか一生塩水飲んでくるんだろうなとは思うね。まあだからどっかでなんか解消されるんじゃない。アイプラグって会社のまあ経営者、まあ、社長としてはアイプラグがこう目指してるミスマッチをなくしていくとかって、やっぱそれに対してはめちゃくちゃチャレンジにやっていくけど、それと僕の人生との幸せ度合いとはあまり関係がないっていう。あ、めちゃくちゃいいですね。僕、もう会社と個人全く一緒です。だからもう、個人でお金持ちたいとか本当にどうでもよくて、会社伸ばしたい以外は何の感情もないですよ、ね、遊びたいとも思わないし、休みたいとも思わないですね。結局休みなんて正直ないんですよ、世の中に。仕事とかしてたら必ず頭の中に出てくるし、で考えたらずっと仕事していたいの仕事の定義が間違ってるかもしれない。あ、じゃあ遊んだ方が仕事が伸びる可能性も全然ありますね。だからそういうのも意図的に作ったりとかするとなんか変わるかもしれない。やっぱ楽しいですね、会社作るって、ね、これ以上の楽しみはないなって思う。本気でやればやるほどもうほんまにハマっていくよね、なんか自分の好きな人と働けるっていうのと、好きなことをできるっていうのはいいですね。いや、ちょっと早くアイプラグに抜かします。いや、それは向いちゃうかな。好きなことを仕事にするパターンの入り口と、やってる仕事が後で好きになるってパターン、両方あるん で僕はね、やってる仕事が好きになった。あ、じゃあ最初好きじゃなかった。だって働きたくなかったか言ってるから、生活でできる人もさすがにまずいやろっていうのでやり始めたのがこの仕事で、だからけどやってるうちに楽しくなって結局これにハマったんですね。この仕事ドハマりしきったっていう感じですね。そういうパターンあるんですね。やりながら最初好きになる方が多分、ね、割合は多いと思う。今目の前の環境に一生懸命やりきるっていうところ、内容よりどうこれよりも、一旦置かれた環境で頑張ってみるっていう、ちゃんとやりきって上での課題が出てくると思うので、その時また相談させてください。ぜひ。私もまだやりきれてないんで。はい、ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。